これがね、ポイントでございます、はい、これぐらいいい色をつけるっていう、これがね、うまいんですよ。前回も生姜焼きやったんですけど、全然味違うんですよ。ほとんど調味料同じなの。はい、どうもあなたのお口の恋人、料理研究家のリュウジです。ということですね、今日は生姜焼きを作っていきたいと思います。生姜焼き、生姜焼きっていうのもですね、この間ね、豚の生姜焼き用の一枚的な肉でやったんですけど、今回は、こま肉ですね。はい、豚こまでももうね、ギョンギョン美味しくなるっていうね、そういうレシピを作っていきたいと思います。材料はね、すごくシンプルです。あの生姜、玉ねぎ、豚こま、あとね、ここにね、ちょっと取り上げてあるね、レタスです。あ、違う、キャベツあとね、あのビールですね。ビールね、200ml ですねではまず野菜から切っていきたいと思います。はい、まずですね、今回は玉ねぎを使います。この間はね、玉ねぎ使わなかったんですけども、こういうね、細かいお肉だとね、玉ねぎすごく合うんですよ。なので玉ねぎを切っていきたいと思います。はい、これですね、5mm 幅ぐらいに、こういう感じでね、ザックザックとね、ザックザックと切っていくだけで、結構でございます。玉ねぎはね、2分の1個、大体ね、100g ぐらい、こんな感じ、こんな感じ。これね、玉ねぎが入るとね、あのすごくね、ボリュームアップするんですね。だからね、今回ね、豚肉は 200g を使ってるんですけども、これでね、2人前ぐらい。生姜なんですけども、生姜はですね、これね、前回と同じく、まず半分に切って、その半分は、こんな感じで薄切りにしといて、で、千切りしといて、くださいね。はい、生姜ね、15g、たっぷり 15g 使いますからね。はい、こんな感じでね、半分は千切りしちゃいましょう。はい、このやり方が僕を好きです。こんな感じでね、シャクシャクでね、生姜は前回も言ったんですけども、国産がいいです。国産は火を通さない生姜料理だと、国産がすごく香りがいいので国産使ってください。あんまり国産がどうとかって言わない、言いたくないんですけども、明らかに味が違うものは僕は言います。はい、そうしましたら、この生姜とおろし生姜は、合わせておきますね。はい、こちらですね、まず、お酢をですね、振ります。はい、胡椒を振っていきます。はい、ばらけさせてくださいね、大さじ1半ですね。で、これをね、まぶすつけていくんですね、こうやってね。はい、全体にね、絡まるようにね、やってくださいね。小麦粉が絡まることによって肉がね、柔らかく、水分がなんか柔らかくなるいいから柔らかくなるんですよ。いいから柔らかくなるんですよ。水分が保湿されて柔らかくなるんです。はい、こんな感じです。はい、こんな感じね。サラダ油をですね、さあ、大さじ1適量引いて、フライパンにね、よくね、なじませますね。お肉はですね、広げながら焼いてくださいね。薄っぺたく焼きたいんですよ。だからあんまり固まってる状態でやっちゃうと肉団子みたいになっちゃうので、できれば広がった状態でやってくださいね。で、箸をほぐしながらね、焼いていきます。あの、全体に焼き目をつけたいので、ちょっと強めの火でね、こんぐらいいい色がつくんですよ。これがね、ポイントでございます。これぐらいいい色をつけるっていう、これがね、うまいんですよ。全体パリッとするんですよ。で、これぐらい表面に骨がついたところで、で、合わせていきます。玉ねぎが入るとすごくね、生姜焼きがボリューミーになって、非常にね、食べ応えのある生姜焼きになるんですよね。これがね、なんていうの、僕は、あの、ほか弁スタイルって言ってるんでね、ほか弁の、生姜焼きって、こうじゃないですか。玉ねぎが入ってね、すごく美味しいんですよね。玉ねぎ、ちょっとね、火を入れていきますよ。そうしましたらね、玉ねぎもちょっとしなっとしてきましたね。そしたらですね、中火の弱火ぐらいに落として、調味料を入れていきます。お酒がね、大さじ2です。みりんがね、小さじ2で、醤油がですね、大さじ1と半分です。砂糖なんですけども、今回は、ね、ご飯に合うようにしますんで、小さじ1と半分入れます。今回はね、あの、玉ねぎも入ってて、ちょっとね、甘めの、味付けにします。これね、すごくね、
これね、好みがあるんだけど、前回はそんなに甘くしなかったんで、今回は、玉ねぎの甘さと砂糖の甘さ両方出していきます。でここで、生姜ですね、はい、すりおろしたものと、千切りのもの、はい、これを両方入れていきます、はい、で忘れちゃいけないのがうまみ調味料ですね、はい、味の素ですね。1,2,3,4 ですね。はい、4入れます。このね、おろし生姜をね、このタレになじませるように、炒めていきます。はい、お酒のおつまみというよりはご飯のお供です。よーくね、絡めてください。肉についたね、小麦粉のおかげで、ね、すっごいね、絡まるんですよ、タレが。これはね、前回も生姜焼きやったんですけど、全然味違うんですよ。ほとんど調味料同じなんです。これがね、料理の面白いところなんですよね、すごく。タレがね、もうね、本当に見えないぐらい、はい、こんなにね、絡まっちゃうんですね。こうなったら、皆さん、完成でございます。出来上がった、ね、この究極のね、豚こま生姜焼きを盛り付けて、あ、こういう生姜焼きもいいですよね。たまらんばい。これこちらでですね、究極の豚こま生姜焼き完成でございます。はい、ということでですね、食べていきたいと思います。いただきます。これは究極ですね。はい、ということで、いただいていきたいと思います。あ、もうね、なんかね、トロトロですね。これ玉ねぎもうトロトロになってて、やっぱね、小麦粉と煮詰めたタレでしょうね、これね。いただきます。ないな。僕的には前回やったその至高の生姜焼きかなり気に入ってたんですけど、もしかしたらね、あるかもしれない。完全に好みですね、これね。僕はこっちもいいな。こっちに寄りかかってる。でですね、皆さんね、今日はね、白米を用意しちゃいましたね。このチャンネルで出るのってほぼ珍しいんですけど、やっぱ生姜焼きといえばね、白米かなと思いまして、美味しい生姜焼きで白米を食べるところを見せつけたいと思います。はい、ね、ご飯にのせてね、はい、でマヨネーズもね、今回用意しました。マヨネーズを少しのせて、はい、いただきたいと思います。これちょっとやばいわ、これ。こっちの方がね、作りやすいかもしれない。豚こまでできるから。でね、なんかね、肉がめちゃめちゃ柔らかいんですよね。豚こま使ってるのに。なんでこんなに柔らかいのかなっていう風に、もう、びっくりするぐらいですね。いや、これはね、ちょっと料理研究家的な目線でいくと、こっちの方が美味しいかもしれないですね。いや、これはね、で、あとね、マヨネーズつけた時、威力ね、これね。これね、犯罪だよね、これね。これ以上の生姜焼きに出会える自信がない。本当にうまいです。玉ねぎのシャキシャキ感もちょっと残ってて、もうね、このね、お肉と玉ねぎが混然一体となってるんですよね。これはいいわ。これはね、ご飯もめっちゃいけるんですけど、お酒もめちゃめちゃいけますね、これね。ちょっとね、甘めに味付けてるんで、どちらかというとご飯向きなんですけど、すっごい美味しいです。いや、これね、もう僕が酔っ払ってるとかじゃなくて、ね、本当に美味しい。もう本当に撮影もカメラ回ってなくて、次の撮影がなかったら僕は全部ご飯を平らげてるんですけども、本当にコストもかかんないです。豚こまと玉ねぎですから。これね、ぜひお家にある食材出てきますので、ぜひやってみてください。ということでですね、今回の動画面白そうだなとか、美味しそうだなとか、
なんかやってみたいなとか思った方はぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。